ああ、ゲームの電源をオフにしなかったんだね。チャンスを逃してしまったよ。はい、でも、おはためなみちゃんです。今回も不正防止画面であるアンチパイラシースクリーンをレビューしていきましょう。本日は視聴者が作ったアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。まずはダンディーズワールドのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。まずはダンディーズワールドのアンチパイラシースクリーン。こちらはロブロックス内で遊べるコンテンツとなっております。僕、ロブロックスは遊んだことがないんですけれども、ロブロックス内で遊べるホラーゲームの実況は見たことがありますね。ユーザーが自由にゲームを作れるので、楽しいものから怖いものまで作ることができます。所定の位置まで移動すると、プレイヤーが集まり何かが始まるようです。こうやって見てると、僕昔やってたんですけれども、フォートナイトのクリエイティブモードを思い出しますね。ロビー画面で待機していると、異常が発生し画面がフリーズ。ああ、どうやら海賊版の入学試験を受けたようです。ダンディーズワールドの海賊版は重大な犯罪であるため、すぐに電源を切ってください。そして、正規品をご購入ください。詳細については、アンチパイラシーのページをご覧ください。チャンスは5回あります。ここで電源を切らずに、正規品も購入せずにいると。www.dandysinglequotes.world.com/anti-piracy, ああ、ゲームの電源をオフにしなかったんだね。チャンスを逃してしまったよ。チャンスはあと4回。ちゃんと電源を切ってね。ここも放置してみましょう。お前ガチか？なんで俺たちの言うことを聞かないんだ？チャンスはあと3回しかないんだぞ。早く電源を切るんだ。ここで電源を切らずにいると怒りが爆発。おい、冗談だろ。バカじゃねえの。なんで俺たちの言うことを聞いてくれないんだ。お前は俺たちのことを怒らせている。チャンスはあと2回だぞ。それまでに電源を切るんだ。どこへ行く気だ。これが本当の最後のチャンスだ。今すぐ電源をオフにしないと本当の悪いことが起こるぞ。今すぐ電源をオフにするんだ。5秒のカウントダウンが始まるぞ。そして5秒経過で、ということで、ダンディーズワールドのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはマリオカートアドバンスのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはマリオカートアドバンスのアンチパイラシースクリーン。ファイナルラップで現在順位は5位。ここは強いアイテムを獲得して大逆転を狙いたいところ。出てきたのはスター。これはかなりラッキーなのではないでしょうか。一気に3位2位1位。これはキノピオ1位取れるのではないでしょうか。ピーチが追い上げてきましたが、赤コーラをゲット。コーラで弾き、見事1位を獲得かと思いきや、ゴールした瞬間ゲームに異常が発生。そして逆再生が始まり、試合がなかったことにされてしまいます。そして再び画面がフリーズ。ビデオゲームをコピーすることは著作権法上重大な犯罪です。ゲームボーイアドバンスのシステムをリセットし、公式ソフトを購入してください。そして海賊版を破棄してください。ここでこの警告を無視しているとジャンプスケアが発生。あなたのゲームボーイアドバンスは使用できなくなりました。ということで、マリオカートアドバンスのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いては星のカービィ64のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては星のカービィ64のアンチパイラシースクリーン。ルームガーダーであるデカ NZ と戦っていきます。ルームガーダーとは他のゲームでいう中ボス的な立ち位置みたいですね。即倒したので次のエリアに行きます。次のエリアへ。この曲を聴くとなんだかニコニコ時代のオトマットを思い出しますね。しばらくステージを進めていると、ゲームに異常が発生し画面がフリーズ。ビデオゲームをコピーすることは著作権法上重大な犯罪です。任天堂64の電源を切り、公式ソフトを購入してください。そして海賊版を破棄してください。あなたはカービィたちを邪魔しています。ここで放置をしているとジャンプスケアが発生。任天堂64とテレビの電源を今すぐに切ってください。そして海賊版を破棄してください。
ということで、星のカービィ64のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いては星のカービィスーパーデラックスのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては星のカービィスーパーデラックスのアンチパイラシースクリーン、オープニングムービーがスタート。今回は春風とともにのステージ、グリーングリーンズに挑戦するかと思いきや、ゲームが停止。ねえ、どうしてイボンコピー推しだろよ。イボンコピーは順番が半端なのに。この文章を見るとペーパーマリオ RPG でくじを不正した時のことを思い出しますね。さよなら、もう君とあんたくなんぼよ。反対者と一緒にいたくなんぼよ。ということで、星のカービィスーパーデラックスのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはスーパーハクトのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては特急スーパーハクトのアンチパイラシースクリーン。どうやら大阪から鳥取をつなぐ鉄道のようですね。今現在スーパーハクトの時刻表を見たところ、2時間半程度になっていました。10分ほど遅くなっていますね。 CM を見ていると異常が発生し、画面がフリーズ。地図急行株式会社、不正乗車が検出されました。山陽地方は汚れるから出てっとっとれ。不正乗車は犯罪や。もう二度と鳥取県に来るな。どうやら不正乗車をした人間は大阪から鳥取に行きたかったようですね。しかし阻まれてしまったため、このままでいると。これ以上キセル乗車するんやったらお前の人生取っとるぞ。ええ加減にしいや。そういう曲がった根性だから成績が上がらんのだ。昔の飲み兵さんに説教されてしまいます。バカモン、そして不正乗車犯は電車に引かれてしまいます。ということで、スーパーハクトのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後は F0 のアンチパイラシースクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後は F0 のアンチパイラシースクリーン、ミュートシティを走っていきます。それではレーススタート。現在はグランプリモードではなく、プラクティス練習モードで走っています。ここで練習をしておくことにより、高い順位やいいタイムでレースを有利に進めれそうです。僕、レースゲームはマリオカートしか遊んだことがないんですけれども、グランツーリスモとか、それこそ F0 とかやったら新たな面白さが発見できるかもしれませんね。と、ここで海賊版が検出されてしまいます。海賊版を検出しました。これは F0 の海賊版です。早く電源を切らないと恐ろしい目に遭いますよ。今すぐ電源を切って正規版を購入しましょう。しかし、この警告を無視していると、ということで、今回は視聴者制作のアンチパイラシースクリーンを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみ。